ということで、前回の続きですね。中津、大分県に入ったところで前回終わりましたね。今回は、この中津駅、ここから臨行いたします。以前の自転車旅でここまでやってきて、臨行したこともありましたね。自転車ルートがつながりました。駅前のね、路面まだ雨で濡れておりましたね。この日もね、雨に悩まされる一日でしたが、だんだん晴れてくるという、そんな感じになっております。とりあえず、この辺はね、以前に自転車で来たこともありましてですね、中津駅から堂々と臨行してですね、宇佐市の宇佐駅を目指していきますね。宇佐、USA でございます。このね、神崎行きっていうのはですね、別府とかね、大分駅を通り越していくという意味なんですね。そういう電車でございます。確かね、このね、中津駅始発だったんじゃないかなと思いますね。大分県内の日本本線の電車でございます。いっぱい写真撮っておりますね。発車するまでね、時間がある場合はね、こんな感じになります。そして宇佐駅で降りて自転車に乗りますよ。宇佐市でございます。階段を登って降りて宇佐駅でございますね。宇佐駅前のバス停で、バスの時間をチェックしてね、そのバスに追いつかれるかのように自転車に乗るというね、宇佐駅からですね、自転車に乗って、まだね、雨雲ですけど、だんだん路面が乾いてくる、このね、高田市、豊後高田市に入っていきます。文語って読むんだね。犬だと書いて、犬だのバス停まで行って、そして、バス臨行をいたしますね。バス臨行。本当にね、気づかず。国東かな、ここに入っていくわけですね。国崎のこのね、意味港帰りのバスをチェックしております。このバスに乗らないとね、大変なことになります。島まではね、船が頻繁に行ってるんですけど、バスとね、船会社がうまくいってなくてね、バスが着いた時に一本前の、船が行くみたいなね、乗れないみたいなことになっておりました。国崎って読むんですね。国東と書いて、こっから姫島に船で船臨行を出します。1時間ぐらい待ったかな、次の船まで。ようやく船がたどり着きましたね。この船に乗ります。片道が580円かな、ちょっと忘れちゃいましたけど、これに乗っていくんですね。まあ、姫島といったらテレビを使ってね、町おこしをする島ですよね。昔からそんなイメージがあります。なんだっけ、光彦、
光彦がやるやつ、刑事ドラマの舞台になったりね。そんな感じですね。姫島上陸後はまた次回の動画で紹介するということにしましょうかね。そんな感じでございます。